はい、こんにちは。ローストビーフを仕込みながら、鶏ももの皮のバリバリ焼きをしながら上でチャーシューを作っています。はい、肉仕込み中です。ブレードランナーっていう映画を見ました。これ見ましてね、ジョニクロさんを飲みたくなったんで、買ってきました。ジョニクロです。主人公が使っているグラスも売ってるんですけども、7万円ぐらいしたんで、それはそのブレードランナーで値がついたんじゃなくて、ちゃんといいものとしてその値段なんですけど、まあ諦めて、ジョニアカのグラスで。まあジョニクロなんでね、もちろんうまい。ではでは、ブレードランナーを見てジョニクロを飲みたくなった動画でした。ではでは。鶏肉は塩コショウをしてオリーブオイル引いて、皮目を下にして、で鶏ももを置いてクッキングペーパーを引いて重しをしたんです。そうすることによって鶏皮がパリッパリになるんですよね。そういうやつです。で別にそれでお湯が沸くわけじゃないんですけど、上の重しはチャーシューを仕込んでます。はい、いただきます。これはもう手づかみで食う料理でしょ。それはもう下品じゃなくてそういう料理なんですよ、これは。サンチュで今くるんで食べました。今回お肉は業スーで買って、サラダ系はいつものグルメシティで買ってます。で野菜スティックはさすがにコスパ悪いだろうって思うんですけど、このオーロラソースが妙に美味しいんですよね。だからこの野菜スティックはこのソース代だと思ってつい買っちゃいます。ああ、さて、もう格安さんで見つけた、飲むとついプハーって言っちゃうやつ、ラムコーラ。こんなん見つけたらね、買ってみますやんね。あ、コーラの色。あ、でもダークラムはこんな色か。どっちにしろこの色か。ここに置こうか。映ってない。ジャック・ダニエルコーラ割りよりも静か。あ、言うわ。
まあ、ちょっとは油取りとか、軟骨とか取ってますけども、もうほとんど鶏もも肉をそのまま焼いただけなんです。で、それなりに脂っこいんで、これ。このちょっとジャンクな感じがお祭りの味、お祭りの味っていうよりもキャンプの味かな。うん、この鶏肉のバリバリ焼きと、それをこの食器のない状況で食べるかのようなサンチュと、で、ラムの甲羅割り、うん、塩コショウはかなり強めにしてるんですけど、洗い流してくれる。うん？こういうのってだるいけど、一回読み込んでみてね。はい、後で読み込みます。なんかこの缶のデザインのセンスがドンキ臭がする。はい、ではでは。